ルくん、ほんとごめんね。でも最終的に選んだのはサトシさんだし、私は悪くないっていうか、私が彼と付き合ってるのを知ってて、知らないところで連絡取り合ってデートして浮気してたのに、自分は悪くないなんてよく言えるわね。好きになっちゃったんだからしょうがないじゃない。別部署の彼が社長の息子だって知らなかった時はボロクソ言ってたのに、センスがないとか、あんな男を選ぶなんて終わりとか、それは昔の話じゃん。将来性を加味したら彼はありっていうか終わりだし。だからってこんなタイミングで奪うなんて非常識よ。翻訳したのよ、私たち。知ってるよ。サトシさんが言ってたからね。あやかの圧に負けて、プロポーズみたいなこと言っちゃったって。圧に負けて？あやかがサトシさんに結婚の話しまくったんでしょ？早くプロポーズしろって、お膳立てまでしたんでしょ？お膳立て？聞いてるんだからね。この前記念日に夜景が綺麗な展望レストラン予約してディナーデートさせられたって、そんなのプロポーズしろって言われているようなものじゃない。あのね、記念日ってサトシの誕生日なのよ。彼の誕生日に彼が好きなレストランのディナーを予約して何が悪いっていうの？とにかく彼は私を選んだの。彼の前から消えてくれますか、元カノさん。春の前からって、私は春菜と一緒に彼の父親が経営する会社に勤めているのよ。彼も同じ会社で働いているし、別の部署とはいえ顔合わせることだってあるわ。だから会社も辞めろって言ってんの。え、会社を辞めろ？ただでさえ婚約者を取られているのに、さらに私に会社を辞めろですって？彼がお父様の後を継いで社長になった時に、元カノが従業員でいたらやりにくいでしょ？次期社長夫人として彼をサポートしていく身だから、そういう不安の種は取り除いておいてあげなきゃね。本気で言ってるの？私はいつだって本気よ。だから彼が社長だって分かった時から本気で彼を落としにかかったんだもん。ここまでうまくいくなんて思ってなかったからマジラッキー。私のあることないこと吹き込んだくせに何がラッキーよ。退職届は部長に今週中には届けてね。どうせ結婚式とか新婚旅行のために有給貯めてたんでしょ？それ使ってさっさと会社からいなくなったよね。もう彼もこの会社も私のものも同然なんだから。同僚として仲良くできてたと思ったのに、こんな裏切り方するなんて。同僚？何言ってんの？女なんてね、みんなライバルなのよ。誰が一番いい結婚できるか、いつだって水面下でバトルしてるんだから。もういいわ。婚約してすぐでむしろ良かった。結婚式も抑えてなかったし、戸籍に罰もつかなくて済むしね。そっそ、そうやって負け惜しみ言ってる方があんたは似合ってるわ。どうぞ負け犬と覚えしててください。久しぶりだな、綾華。会社辞めるって？私に連絡してきたら春菜が怒るわよ。婚約したんでしょ？耳が早いな。やっぱり結婚するならお前みたいな女じゃなくて春菜みたいに可愛い子じゃないとな。俺は次期社長だろ。やっぱり社長ともなるとパーティーが多いんだよな。その時に同伴するなら可愛い子はベストじゃん。可愛くなくてすみませんね。よくその可愛くない女と付き合っていたものだわ。可愛くないけどお前テキパキしてるし仕事はできるから、社長になった時秘書として働いてくれそうじゃん。家のことも任せられそうだったし。俺社長になったら仕事したくないしさ、その時に代わりに仕事してくれそうだったからお前と付き合ってたんだよ。そんな理由？俺家のこともしたくないし、どうせできないし、家事得意なやつじゃないと結婚相手としては無理っていうか。つまりあなたは家政婦が欲しかっただけ？っていうか、あなたが面倒だと思うものを代わりにやってくれるサポートロボットみたいな存在が欲しかったの？あー、確かにそうかも。あのタイミングで別れておいてよかったわ。春菜は家事得意だって言うし、パーティーで隣にいても自慢できるくらい可愛いし、仕事は知らないけど、まあお前の同僚ならある程度できるだろ。それに何より俺のこと大好きだからな。俺の旅なら何だってやってくれるだろうし。
私は会社を今日付けで辞めたし、これからはどうぞお二人でお幸せに。ああ、そうそう。そのことなんだけど、俺らは結婚式することにしたから。そうですか、それはおめでとうございます。お前と結婚式のこと決めてなくてよかったわ。おかげで予算もたくさんかけて、春菜の望む結婚式あげられるし、やっぱり結婚式は花嫁が主役だからな。ここでめっちゃ金かけて、春菜の望み通りの結婚式しとけば、結婚した後俺に恩義を感じて、俺の言うこと全部聞いてくれるだろうし。浅はかすぎて笑いすら起きないわ。金かけた分だけ人間はかけてくれた人に対して従順になるんだよ。お前みたいな庶民にはわからない感覚だろうけどな。実際、親父だって社長として社員旅行とかで金かけるじゃん。だから社員のモチベも上がって、社員である親父も円滑に経営ができてるんだよ。社長はあなたと違ってそんな短絡的な考えじゃないと思うけどね。そんなことより結婚式、春菜がお前にも来てほしいんだって。は？何考えてるの？春菜をあげたいって言ってた結婚式場の予約は埋まってて、半年後になるんだけど、お前もその頃には落ち着いてるだろうし、俺のことを忘れられなくても、さすがに彼女の怒りはなくなってるだろ。春菜に何かする心配もないかなーって思って、招待してやるよ。ふざけないで、招待状もいらないから。元婚約者と元同僚の結婚式にのこのこ顔出すほど暇じゃないの。転職するし、婚約破棄の慰謝料としてご祝儀はいらないからさ、次期社長の結婚式だぞ。ただで豪華な飯食えるんだから来ればいいじゃん。春菜からあなたの前に二度と顔を出すなって何度も言われてるの。その春菜が招待したいって言ってるんだから結婚式くらいいいだろ。まあだいぶ先の話だし、また近くなったら招待状送るから、春菜のために半年後開けとけよ。行かないって言ってるでしょ。これ以上私に構わないで。お前とは開けてやれなかったけど、その分すげえ豪華な結婚式するからお楽しみに。ちょっとサトシ、勝手に決めないで。あやかー、久しぶり、元気してる？私は最近ブライダルエステに行ってて、前より可愛くなっちゃって、外で声かけられる機会も増えて困ってるのよ。サトシさんは婚約者は可愛いってことだから鼻が高いとか言って、私たちはラブラブです。忙しすぎてブロックするの忘れてた。忙しいの？え、かわいそう。もしかして転職活動うまくいってない？ニート的な。転職はすぐしたわよ。彼と別れてすぐにいいところを紹介してもらったからね。そうなんだ、よかったね。まあ私は次期社長夫人だから、仕事とはそのうち縁がなくなるんだけどね。結婚したら仕事辞めるの？サトシは結婚したら奥さんには仕事をサポートしてほしいって言ってた気がするけど。何言ってんの？結婚したら仕事辞めて専業主婦になるわよ。専業主婦って言っても家事はしないけど。家事はしない？だって家事とか手荒れちゃうじゃん。私はずっと可愛くいなきゃいけないんだから。お金かければしなくていいことはしないわ。家事代行サービスとかあるし、なんだったらお手伝いさん雇うっていうのも社長っぽくていいわよね。私はもう関係ない人間だからどうでもいいけど、後々困る前に一度結婚したらどうしたいか、サトシと話し合うことをおすすめするわ。話し合っているわよ。どんなマイホームに住みたいかとか、これまで何欲しいかとか、どこに新婚旅行に行くかとか、そういうことじゃなくて、そんなことより結婚式、3ヶ月後にやるから来てね。招待状送るから。あ、引っ越しちゃった？住所教えて。来月引っ越すから住所は変わるの。そうなの？じゃあ写真でいっか。なんかもう出席に丸してあるし、私の名前書いてあるし、私の字じゃない読みにくい丸文字で、結婚式楽しみにしてますって書いてあるんだけど、私が代筆しておいた。あやかならこうやって返信するかなって思いながら書いてあげたわよ。それより可愛くない？招待状。すっごい凝ったんだからね。結婚式場も超人気でめっちゃ豪華なところだし、オーダードレスで作ったんだから。ほら、楽しみになったでしょ？そんなお金あるの？
彼のお父様は社長なのよ。招待客は他の会社の社長とか有名人とかも来るみたいだし、ご祝儀もすごい額になるわ。お父様が式場代も援助してくれることになってるしね。社長が。それは良かったわね。全泊のウェディングドレス2着に、カラードレス2着に、和装巻き料亭だからどんどん写真撮ってね。そんなにお占いするの？私の憧れの結婚式は3ヶ月後にはパパーンと豪華に開かれるんだから。私のために豪華結婚式、今から楽しみでしょ？彼に捨てられたから恥ずかしくて来れないか。社長の夫と一緒に行くね。え？社長の夫？私来月入籍するの。だから来月引っ越すんだけどね。彼と一緒に暮らす新居に。待って、なんであんたが結婚するの？だってサトシさんと別れて1年も経ってないでしょ。スピード婚ってやつね。転職しようと思ってカフェでいろいろ情報誌見てたら、前の会社で担当してた取引の担当者と会ったのよ。ほら、MI 社ってわかるでしょ？うちの会社で取引してる大手でしょ？そこの取引がなくなったら大変だっていつも手厚く対応してるから知ってるわよ。私ここ2年はそことの取引担当だったのよね。知ってるわよ。あそこ担当する人は出世するって有名だから、みんな喉から手が出るくらい担当者になりたいって思ってるんだし。向こうの担当者とばったり会ったのよ、カフェで。話をいろいろしてたら、前々から私の仕事ぶりを買ってくれてたって話になって、簡単に言えば引き抜かれたっていうか、うちの会社で働きませんかって言ってもらって。何それ。それじゃあ、あんた今 MI 社の社員なの？っていうか MI 社の社長夫人兼社員ってことになるわね。え？夫って MI 社の社長？正式にはまだ次期社長なんだけどね。でも結婚したらそれを機に社長になるって決まってるから、もう社長も同然だから、結婚式にも取引先社長として招待されてるのよ、夫が。待って、わけがわからない。なんであんたが MI 社の社長と結婚できるのよ。カフェでばったり会った取引の担当者が今の夫なの。お互いに仕事上で信頼関係は築けていたし、知らない仲じゃないから結婚まで時間はかからなかったわ。あんな大企業の社長と結婚？嘘でしょ？だからいろいろ忙しいのよ。転職して結婚して結婚式の準備もあるから安心してね。結婚式の左はあなたたちと被ってないし、ハワイで身内だけで挙式するから仕事の関係者とかを招くつもりはないの。ハワイ？もちろん披露パーティーは国内でちゃんとするわよ。大企業の社長の結婚ですもの。一応付き合いとしてそういうのはしておくべきだって私もわかってるから。あんたも社長夫人？うちよりでかい会社の？あ、ごめん。そろそろ大事な会議が始まるから、結婚式は夫と一緒に参列するわ。楽しみにしているわね。早か、あんたのせいよ。私の幸せを返して。いきなり何？私何もしてないわよ。それじゃあなんで結婚式1ヶ月前にサトシさんのお父様が結婚式のお金は出せないって言い出すのよ。このままじゃ間違いなく借金よ。お父様のお金がないと何もできないじゃない。自分たちの結婚式なんだから、最初から他人であるじゃなくて自分たちのお金であげられる範囲でやるべきよ。そんなこと言ったらお占いすらできないし、めちゃくちゃ質素な結婚式場じゃないといけなくなる。あ、サトシって散財癖あるものね。私と付き合っていた時は私がそれとなくコントロールしてたけど、彼新しい車買ったばかりなのよ。私だってラストスパートだと思ってエステ高いコースにしたし。いや、そんなこと私のせいにされても全部自業自得としか言いようがないと思うけど。自業自得？だって自分たちが社内で浮気して私っていう人材を会社から追い出しちゃったんだもん。どういうこと？自分で言うのもなんだけど、私それなりに優秀な社員だったと思うのよね。取引先からのクレーム件数もゼロだったし、だから MI 社との担当を引き継いだわけだし。それに仕事をやりやすいように効率化するマクロを組んだり、ソフト面でいろいろ変えてきたから、辞める時に全部それも消去してきて仕事やりにくくなったんじゃない？確かになんか表計算とかしにくくなったけど、
社長は社員のことをちゃんと把握してる人だから、M会社に私が転職したことを知って、先週慌てて連絡してきたわよ。婚約破棄が原因かって。なんて答えたの？全部経緯を伝えたけど。会社を辞めて彼の前から消えろって言われたことも何もかもね。それでお父様が怒ってるっていうの？怒ってるかどうかはわからないけど、全部お話しした後に社長から謝罪は受けたわね。愚息が申し訳なかったって。あなたたちから謝罪も受けてないのに、まさか社長から謝罪されるなんて思ってもなかったからびっくりしちゃった。せっかく次期社長夫人になれるのに借金スタートなんて。次期社長夫人？誰が？サトシさんは社長の息子で次期社長だってあんたも知ってるでしょ。確かに社長の息子だけど次期社長ではないわよ。なんで？っていうか、そもそもあなたたち首が良くて左遷だけど。ちょっと待って、そんな話聞いてない。これからその話をしてもらえるんじゃない？社長は会社の顔なんだから。人の信頼を裏切るような行為を平然と行えるような人は社長にふさわしくないってお考えでしょうね。次期社長じゃないならあんな男にいいところなんかないじゃない。まあ多少私への配慮もあるかもね。なんせ私はそちらの会社の大手取引相手の社長夫人だし。っていうか彼自体仕事はできないし、仕事への熱意もないし、もともと次期社長にするつもりはなかったって言ってたわよ。そんなバカな。彼も言ってたもの。奥さんに求めるものは自分が面倒だと思うことを公私ともに代わりにやってくれる身代わりだって。身代わり？春菜は旦那に求めるものは自分が自由にできる財力を持った ATM でしょ。お互いに愛情っていうより自分に都合がいいかどうかで選んでたんだから、その点に関してはお似合いカップルね。私仕事も家事もしたくないんだけど。だからちゃんと話し合った方がいいって言ったのに。そんなことになるなと思わなかったんだもん。悪いけど私忙しいの。もういいよね。あ、結婚式は楽しみにしてるからね。あげられればの話だけど。そんな、一年前に戻りたい。金もない社長にもならないような男、あたり返すわよ。私今可愛いから、他に男いくらでも作れるし。ちょっと早く、聞いてる？仕事できるんだから、元同僚として何とかしてよ。結局このタイミングで春菜とサトシは結婚後の話をきちんとした結果、大きく食い違い結婚はなしになり破局したそうです。もちろん結婚式もキャンセルしたものの、キャンセル料だけで莫大な金額になり、さらにオーダードレスは今更キャンセルもできず、現在はどちらがどれだけ払うかで揉めているそうです。結局最初から父親頼みだった2人は借金を負うことになり、会社でも降格処分、それぞれ官職に追いやられ、退職勧告を受け、クビ同然だとか。私は無事に結婚式も終え、新たなパートナーとの新しい生活を順調に謳歌しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。